あ、メロ打たせ。ニー君、今日何買いに来たん？エビ。エビあるかな？さあ、いらっしゃい、いらっしゃい。4月17日、雨の浜の打たせだ。雨が弱く降っての、風も強いしな。タグ船一番乗りじゃ。9時過ぎに行ったぞ。いっぱい魚あるかと思ってな。何の魚を買おうかなと。何にしようかな。と言いながらな、タグ船大体決めとるんだ。最近な、あんまり食べとらんやつ、何にしようかなと。タクムネな、まず、マダイとチダイだったらな、チダイを最近食べてなかった。だから、チダイ食べてみたいなと思ってな。もしな、マダイの一番おいしい時とな、チダイの一番おいしい時だったら、タクムネチダイの方が好きなんだ。身が柔らかくてな、あっさりしてな、なかなかチダイの方がタクムネは好きなんだ。何かな、何か、お久しぶりじゃん、これ。ホタテみたいな貝、これタクムネ大好きなんだよ。なんかタクムネの方ではな、月見貝って呼ぶんかな。ちょっと名前の呼び方はな忘れたけどな、この貝うまいぞ。ホタテみたいじゃ。もしな見つけたらこれ買ってみてください。炊いてもうまいしな、焼いてもうまい。って感じ。本当にうまいぞ。ちょっとちっちゃいな。これは？これ何よ？え？青旗か。でまあ今日はチダイを買ってみようかと。ほんでな、あれ昨日実はな、セリでもそうだったんだけどな、トツカアジ、コロナ禍においてな、全体的に魚安いのはそれは仕方ないことなんだな。でもな、トツカアジだけがな、なかなかいい値段しておったわけだ。っていうことはな、これはまあトツカアジっていうのはマアジ、いわゆる平アジのことなんだけどな、これがなかなかのいい値段っていうことはな、絶対うまいんじゃないかってタグムネを思う。やったら一度試してみようと、タグムネが買ってみようと思ってな。タグムネもな、平アジはな、一番おいしい時期があったら平アジ大好き。これ、はい、リュウ、この魚なんちゅうん？これ何？言うて。イガミ。これイガ出ないのにな。イカミか、イガミか。イガミ。ゆうさん、何買った？マアジ、マアジ、マグロ、本マグロ、チダイ、チダイ、刺身で食べるんだ。刺身？うん。刺身で食べるんだ。多分ね、マアジうまいと思う。はい、タグムネ参上。浜の打たせでな、タグムネ三枚に刺身にやってくれ。お願いしますっていうことでな、地代も開いてもらって、マアジも開いてもらった。で、家に来てタグムネがちょっとチュチュチュッと刺身するわけだ。やっぱりな、やっとったらな、地代に関してはな、身が柔らかいからな、やっぱりタグムネ下手くそだな。で、このマアジに関してはな、まあなんとかできたような感じがする。真ん中の骨はな、タグムネ見えとらんけどな、指の感覚にな、プスプスっと切ったら真ん中の骨はなんとか取れると。これあとはこう皮から削ぐだけだ。これぐらいならできると思ってな。でもな、触った感じがもううまいのが分かったの。まずな、身の色が良かった。そしてな、触った感じにぬるっとした。もう脂がある。あ、これは間違いないわ。絶対うまいわと思った。やっぱりな、触ったら分かるの。これは楽しみだもん。平味にとって一番うまい季節かも分かんねえな。自信がある。タグムネなんか自信があるぞ。絶対うまい。うんって感じしたな。うまい。で、チダイはな、ちょっと焼いてみた。で、ちょっとアラも煮つけてみた。でもな、この時点で思った。ちょっと油が少ないの。油が浮いてこなかった。っていうことはな、ちょっとじゃ。うん、と思った。ゆうくん、パパね、チダイってね、焼いたんやけど、ほら、取るときにね、バラバラになってしもた。失敗や、これはな。じゃあ、ゆうくんに食べてもらうのは、マグロ食べてもらおうか。いい。これどうぞ。どれマグロ？ばっかりの。
あ、こっちだ。うん。マグロはな、もう切ってるやつ買ったからな、うん、美味しいわ。本マグロ。めっちゃ柔らかい。うまいか？で、これが、うん、パパ作った地雷の。うんうん。ね？うん？落ちた？うん。うん。微妙。これ地雷の。うん。炙ろうと思ったらバーナーに使わなかったから、うんうん、これはお湯かけた。お湯かい。うまい。うまいかい。で、これが、うん、なんだ。これでったらおすすめ。平味の刺身。おお、マジよマジ。うん。食べてみな。これ。僕マグロ美味しい。え、ちょっと食べてんよパパの作ったやつ。これ何？平味。平味？うん。アジケ。うん。ちっちゃいな。ちょっとうろかったごめん。大丈夫？うまい。うまいやろ。ねえマグロも食べて。マグロうまいしてる。これは何やったかな。あ、チダイや。チダイ。うん。ねえパパ、マジはマジ。うん。ちょっと待って。マジよ。パパ醤油貸して。本マグロ。チダイいらんかこれ。うん。パパのやったやつ食わねえの。食ってるし。チダイもね、うまい。うん。やっぱりチダイは、うん、糸入れみたいに右やらこいから、パパ下手くそやったなこれ。な。でもうまい。やっぱりな。うん、よう知っちゃうのなやっぱりの。っていうのはな、昨日な。広島漁協ではな、うん、セリの中でもな、ヒラアジ、トツカアジ、あるいはマアジって呼ぶもんだ。このマアジがなかなか良い値段しとった。おうと、このコロナ禍においてな、まだまだいい値段しとったっていうことはな、今がうまいんじゃないかと、たくむはそう思った。で、今日は買ってみて食べた。大きいのな、200円で売っとった。あれはほんまに激安じゃ。安い。うまい。でな、200円で2匹買ってきた。で、刺身してみたら、やっぱりうまいな。やっぱりよしっとるの、うまい時期は人気あるの。これはうまいよ。今、マジおすすめ。間違いない。たくむねな、食べてから言おうと思ったんだ。食べたらやっぱりうまかった。やっぱりうまいな、マジ。わかる？タコもうまいな。そうやろ？うん、タコやね。チダイはな、たくむねは、マダイとチダイって言ったらな、チダイの方が好きなんだ。あっさりとしてな。で、久しぶりにチダイを食べてみた。で、チダイの味に関してはな、普通。むちゃむちゃ油あるわけでもないし、ないわけでもない。もともとな、タイよりは身が柔らかい、ふにゃふにゃ。糸よりとかな、サワラとかな、とにかくそのようないった手合いっていうから、タイに比べて柔らかい。身が柔らかいからな。でも、これは、タクムネはこれ好きなんだ。チダイが大好き。ユウくんは本マグロだから大好き。オートラオン。マグロ声が違う。今日はな、チダイとトツカアジ、いわゆるマアジだな。どっちがうまいかって言うたら、マアジの勝ち。やっぱね。うん。やっぱうまいわ。本マグロはちょっと柔らかすぎや。マグロはいつもうまいよ、これ。なあ。うん、これはユウくんがお刺身に切ったやつと一緒のやつちゃう。うまっ。なんか、マグロは。ああ。コーラはやばい。なに？マアジうまい。じゃあもう一回テレビ読み、今日よ。焼いてもうまそうやな、これ。な、うん、いいな、やっぱり。いただきます。もし、明日、浜の打たせに行かれるのならば、マージ買ってください。なるべく大きいのを買ってください。パパ、骨。骨？ごめん、ごめん。出して。とにかくな、安いから。今日はな、大きなやつで200円ぐらいで売っとった。ほんで、ちょっと中ぐらいのやつでな、2匹で250円とかな。350円とかな、それぐらいで売っとった。とにかくな、安いわ、安い。ん？ん？マジ安い。これは焼いてもうまいんじゃないかな。これうまいのこれ。マジ。マジ。ゆうくん、ん？マジと丸味は違うからよ。丸味は丸いね。マジっていうのは平味やね。うん、丸味めっちゃ丸い。これが暴れん坊タコムネじゃ。
タコ胸やな。また。また。睨んで。また。また。浜の打たせ。浜の打たせ。来てくれよな。来てくれよな。バイ。バイバイ。もうちょっとかっこよく言えよ。恥ずかしいんだ、ゆうさん。最後まで動画ご視聴ありがとうございます。暴れん坊タクムネでございます。よかったらこのタクムネと書いた丸いボタンを押してください。今日もゆくゆく暴れん坊タクムネ、会場安全、大量満足。では登録よろしく。